はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。よしは続きやっていきましょう。ちょっとね、芝の戦闘で思った、あのね、無理すぎる。ちょっとね、レベル上げをしてきます。ちょっとね、厳しすぎた。いや、ギリギリ勝てたけど、マジでギリギリだったから、もうちょっとだけレベルを上げましょう。今30ぐらいか、まあ、42、3まで、まあ、ちょっとレベル上げをやっていきたいかなと思っておりますので、まあ、一旦空手に戻りましょう。ちょっとね、やばいね、強かったわ芝。まあ、危うく死ぬところだったから、どこがいいんだろうな。一旦各地で。さっきビサイドから通信があったぞ。あれ、なんか進んだよ。ルールの赤ちゃんが生まれたってよ。え、マジ？おお。それは見に行こうよ。会いたいな。キリカからも来ていたな。ややこしいことになってるらしい。あ、へえ、そうなんだ。またごたごた？いや、ごたごたが収まったせいでごたごたしてるらしいんだが。どっちだよ。わからん。なるほど、わからんってやつだね。へえ。あ、なるほど、ストーリーとはまた別でこういう、あ、やっぱ自由度が高いって教えてくれてたもんな、見てる人が。あー、え、めっちゃ各地でアクティブリンク起きてる。あー、まあ今んとこさ、すごいストーリー一本道で来てるから、ちょっと寄り道していこうか。ルールーの赤ちゃんとか見たくない？なんかそんな話聞いたら。ちょっとじゃあやろう、ビサイド行こう。ルールーの赤ちゃん見に行きましょう。ちょっと一旦、まあ箸休めだね。もうだってストーリーレベル5で、多分シンラがラストって言ってたから、なんか最後的なことを言ってたから、もしかしたらもう終わんじゃねえかなって若干ちょっと思ってるところがあって、怖いんだよ終わっちゃうのが。レベルも多分足りてないから、ちょっとこのアクティブリンクを消化していきましょう。で、そうすれば多分レベル42、3とか5にはなってると思うから、そしたら本編行きましょうか。そうね。まあ、一旦ルールーの赤ちゃん今回は見に行く回にしましょう。ルールーの赤ちゃん誕生。ルールーとワッカの赤ちゃん、名前は決まったのかな？行きましょう。おーい！わ、走ってきた、パパ。あ、男の子だ。見てっか。男の子なんだ。ルールーに似てるといいなぁ。ついにワッカがパパに。いや、どんな子なんだろうなぁ。すげぇ楽しみ。あれ、家じゃないの？どこ？え、ジーンに連れてってるのか。なんだろう、その最初、お参り的な。あ、ルールーもいるよ。え、ワカちゃんは？あ、抱っこしてる。え、あれ？あれ？今いなかった。俺おかしいな。なんで中入った？いや、中入ったよな、今。なんでそんなややこしいとこいんの？え？え、やっぱり中入っちゃうんだけど、ルールじゃなくてワッカに話しかけんのか？何それ？かわいい、なんかその何、とんがりみたいなの。でしゃるしゃかみみ。めちゃくちゃかわいいって言ってんだろうね、きっと。赤ちゃんの手ってこんなにちっちゃいんだね。お母さんの顔してるよ。どうだ、かわいいだろう。俺に似なくてよかったな。いや、ほんとだよ。そんなことないよ、口元とかワッカさんそっくり。そっか。パパ、ういういしいね。名前は？ね、この人なかなか決められなくてずっと悩んでるの。なんだろうね、ワッカとルールでしょ。早くつけてあげなきゃ。ワッカとルール、ワールとかどう？ワール。親としての第一歩だろ。そうだよ、そうだよ。でもワールにしよう、ワール。いや、ダメだな。ワールだってなんか悪の道になっちゃうから。いつまで準備する？どうしようかな。ルッルはルッル。ルッカ、あ、ルッカいいじゃん、ルッカ。ルッカにしよう、ルッカ。え、なになになに、決めないの結局。ちょ、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの。心の準備ってやつがいるん、なんそれ。え、ちょ、名前決めイベントないので、ジーンに入っていたルールーは一体どこにいるの。あ、いた。時間はかかってもいいからあの人に決めてほしいのよ。え、これだけ？嘘、これだけ？そんなわけなくない？え、アクティブリンクこれで終わり？嘘、マジ？そんなこと、こんなサブイベントなの？え、ちょっと、ワッカ、決めようよ、早く。こっからじゃ話しかけらんないんだ。何それ。
マジでか。え、そんな寒いの？え、せめて名前は、よし、決めたらこれだみたいな。ないのか。マジか。じゃあ一旦飛空艇戻っちゃうよ。つまんな。どうしたの？あ、なんか戻ってきたらもう一回なんかイベントがあったわ。もう、行っちゃったよ。そっか。結局、ベクレムとは仲直りできなかったな。仕方ないよ。あいつ頭固いんだもん。あいつはジーン燃やそうとしたからいいんだよ。俺もか？だからいつまでも決められないんだよ、赤ちゃんの名前。あのな、俺が悩んでるのは立派な父親になるためで。前、キマリに言われたよ。なりたいものになれるのは、なろうとしたものだけだって。あ、言ってたね、湖の底で言ってたよ、キマリが。つまり、あれか？とにかく行動して、俺が変わらなきゃダメってことだな。続きがあるんだよ。キマリその後で、リュックはリュックのままでいい、だって。は？俺は、俺か。そう。どんなに悩んだって、どうせ輪っかだし。どうせって。なんだよ、それ。ワニだぞ。え？おー、アルベド語喋ったばっかが。よし、お前ら夜まで村にいてくれ。ありがとな、だって。うわ、ちょっと感動した。あんなにアルベド嫌いだったばっかが。やべえ、普通に感動した。ワッカさんは村の人たちを広場に集めたんだ。なんだろう、みんなで名前決め大会すんの？名前決め大喜利？今んとこ候補はね、ルッカが一番僕の中ではしっくりきてるんですけど。みんなに集まってもらったのは他でもね、このビサイド村に加わった新しい住民を紹介したいんだ。みんなとっくに知ってるよ。名前決まったんすか？いや、懐かしいな、君たち。みんなで考えろって話。一番最初ブリッツやったね。なわけあるかよ。おー、禁止区域か。こればっかりはしょうがないんだけど、結局ワッカの子供の名前は決まらなかった。決まる描写はありませんでした。まあ、なんか村にみんなを集めて、まあ、新しい仲間を紹介するぜみたいな感じで、まあ、自分の子供を、まあ、紹介するんだけど、みんなもう知ってるぜってなんかこう言うんだけど、マジか。そっか、なんかね、それで、まあ、なんかこう、なんて言ったらいいかな。まあ、みんながワッカが、まあ、みんな仲良くしてやってくれみたいな言って、ルールがこうみんなのところになんか赤ちゃんをこう見せに行くんだけど、なんかそれで終わっちゃった。でも結局なんかそのリュックが言った俺は俺でみたいな話をしながら夜が明けて終わってここに帰ってきたんだけど、マジか、それで終わりなんだ。大したなんか戦闘イベントもなかったので特に経験値は上がらなかったんですけど、まあじゃあちょっと他のアクティブリンクやっていきましょうか。まあ一旦、マジか、名前決めてくれよ、ワッカ、ちょっと知りたかったな。そっか、じゃあまあ一旦今日はここまでにしましょうか。じゃあ次回残りのアクティブリンク、消化していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。